ブロガーズフェスティバル会場到着しました。こんな感じです。これから楽しみたいと思います。たくさんの人と話してください。乾杯。この距離でも入りますからね。画面立ててないからあれなのに。そうですね。この距離でも全然入る。すごい。これだってワイコンつけてこれだもん。そうなんだよ。ね、いいな。え、バッテリーはやっぱ短い。短いですね。40分ぐらい。いやでも画質中ぐらいにして60分ぐらい持つかな。まあでも細切れで撮っていけば。そうですね。はい。初めて見たアイスミニ実機。カメラはもう全部キャノン系ですか？いや、あとハンディカム。一眼とかは持ってないです。あ、今日でもソニーストアでアルファ7を見てきましたよ。おすごい、めっちゃちっちゃかった。これはいいよ、高いけど。ソニーですか？一眼って買うんだったらキャノンがいいかな。だこれ、カズさんです。アイビスミニですよ。ゼロさんとかの見て買っちゃいましたか？いやいいカメラですね、やっぱり。いつも横で見れて、声もいいし画質もいいっていうね。これそうですね、はい。いやすごい、これからこれバンバン使ってアップしないとね。はい、そうですね。今 YouTube 始めてどんだけ？5ヶ月くらい。5ヶ月、はい。配信はね、まだまだちょっとめげずに、はい。ほんで今動画何本ぐらい？今やっと50。あ、すごい。2日に1遍ぐらい。すごいすごいすごい。いやいやいや。普段何やってるの？スイーツデコの制作動画とレビュー動画を半々。スイーツデコってシリコンボンドで、菓子みたいな。すごい世界だ。すごい世界のやつだ。なんかもう細いとこどっかないかなと思って誰もやってないことやるから。芸術的で、はい、で、何で検索するの？スイーツデコで。スイーツデコで検索するのできますね。よし、覚えとこう。スイーツデコですね、はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日どうでしたか？今日ですか？セッション、セミナーをするには準備が必要ってことがよく分かりました。でも面白かったです、はい、面白かったですか？グダグダな感じ。だ今日一番グダグダなセミナーっていうかセッションだったでしょ、あれ。いやいやいや。では皆さんちゃんと下準備はするように。ありがとうございました。